アフリカ系アメリカの言語文化のバナキュラーな側面をシグニファインと表現したヘンリー・ルイス・ゲイツ・ジュニア・バナキュラー文化とはある集団の人々の生活に深く関連した文化とその文化の根底に根ざしている固有の伝統様式を指すバナキュラー・バーナキュラーとは言葉や病気や建築様式などがその土地や時代や共同体に特有の固有の 世俗のという意味の英語である。バナキュラーという概念はそのままでは日本語に訳しにくく、理解しにくいが、個別の事例を考えれば非常にわかりやすい。バナキュラー言語は、特定の民族や人種、時代や土地に固有の言葉を表し、公用語、共通語と言われる言語とは対極にある言語、つまりはその土地の言葉、その民族の言葉、現地語、日常語、方言などを表す。 例えば、英語圏では、アメリカの南部英語や、アフリカ系アメリカの口語英語と呼ばれる、黒人英語などもこれらのうちに含まれる。ここでは、バーナキュラーは、口語と訳してもいい。サンタフェで今も現存する、最も古い家は、先住民のアドビ建築を取り入れている。バナキュラー建築は、名のある建築家が作る、建築物とは異なる、その土地の風土に根ざした庶民の建築物。 1964年にバーナードルドフスキーが建築家のいない建築物とかったものであり、例えば日本の豪雪地帯、白川郷、五箇山の合掌造りや暑さ寒さの厳しいアメリカ大平原地帯に住む先住民族のアドビ建築などを見ればわかりやすい。その土地の風土にしっかりと密着した建築様式である。 ワールド・リトラ・チャース、エクスプローリング・ザ・コスモポリタン、バーナキュラー・エクスチェンジまた、今まで古典とされてきた作品、例えば、ウィリアム・シェイクスピアや、ナサニエル・ホーソーンや森王外ばかりが、文学ではない。文学を持たない民族は、列島民族だという偏見の吹き荒れた20世紀から、脱却し、高度な交渉の技術で伝えられていく、アイヌ神話、または、 マザーグースのような同様、ある場所や集団に伝わる伝説、といった交渉文学、そして民族や土地の言葉で生き生きと描かれたゾラニールハーストンなどの文学の力とダイナミズムが注目され、発掘され、見直されるようになった。また、黒人奴隷のように法律的に文字と自由な表現を奪われた者たちが、どのように力強い文化表現をしてきたのかも、 研究されるようになってきた。ハーバード大学で初めてのアフリカン・アメリカン・スタディーズの研究機関を創設したヘンリー・ルイス・ゲイツ・ジュニアは権威ある文学アンソロジーのシリーズで初の黒人文学版にテキストだけではなく黒人霊下や労働家やスピーチの音声 CD を添付させることにこだわった。こうしたバナキュラーな文化要素が 国人文学を理解する上で不可欠であるからだ。ユダヤ料理は世界中に分布するユダヤの料理であるが、戒律に書かれているユダヤ教の食のタブーや祭礼に一様に規定されつつも、何世紀にもわたり様々なユダヤのコミュニティで様々な場所で進化を続けて生きた。アシュケナジム、セファルディム、ミズラヒム、イラン系、イエメン系、そして土地様々な,な入植地、 それぞれのユダヤ料理にそれぞれのバリエーションがあり歴史がある。バナキュラーというコンセプトそのものには人類が19世紀から歩んできた統一的な国家主義に対する批判と脱構築の力が内在している。だからこそバナキュラーな文化要素は中心に修練され圧迫されてきた。言葉を統一化し管理しようとした沖縄県の方言札や寄宿者学校制度などは 国家主義にとって必要な政策であった。日本の研究者、菅ゆたはこう述べている。少々乱暴に言うならば、バナキュラーという語には、文字に対する口頭、不遍に対する土着、中央に対する地方、権力に対する反権力、権威に対する反権威、政党に対する異端、オフィシャルに対するアンオフィシャル、フォーマルに対するインフォーマル、 ハイに対するロー、パブリックに対する、プライベート、プロフェッショナルに対する、アマチュア、エリートに対する非エリート、マジョリティに対するマイノリティ、不特定多数に対する集団、集団に対する個人、高等に対する世俗、市場に対する反市場、非日常に対する日常、仕事に対する趣味、多立に対する自立、意識に対する無意識、宣伝に対する野比、 教育に対する独学、テクノロジーに対する手仕事などなど、実に多様な含意を込めることが可能である。もちろん、このような単純な二項対立で、はっきりと不分けできるものではなく、実際は、その対立の境界が溶遇しているところでアクティブに、うごめいていること捉えるべきであろう。そのため、いまだにバーナキュラーという語に対する日本語での定約は、ない。 私があえてその語を翻訳するならば、のに生きるという意味での野生、あるいは野生と訳すであろう。ポストコロニアリズムやフェミニズムなど現代的ではあるが、なかなか定着しない知識形態は日本に多い。バナキュラーをどう日本語で定義づけることができるのか、バナキュラー研究がどのように日本で授与され研究されていくのか、これからの課題である。 ありがとうございます。